さん。自分は高校で右のウィングをやっているんですが、同じサイドのサイドバックの人と呼吸が合わずにオフサイドになったり、自分の思い描いているパスが来なかったりするのですが、サイドバックの人との連携はどうやって取ったらいいですか？スパチャできなくてすいません。いや、いいっすよ、全然スパチャなんか。だから要するにサイドバックと一緒に攻撃したりとか、まあ守備ってよりは攻撃ってことだよね、おそらくね。でもね、俺が意識してんの、俺さ、右も左もやるからさ、いろんな人とやるんだよね。それこそ、徳本選手とやったり、長友選手とやったりさ、中村穂高選手とやったりもそうだしさ、いろんな選手と、カシーフもそうだし、ほんといろんな選手とやること多いんだけど、まず一つ自分の中に置いてんのは、選手に、そのサイドバックの選手によって変えなきゃいけない部分、自分がね。この選手はこういう選手だから、ここはこうしてあげよう。でも、自分が生きるためには、こういうところでボールをもらう必要がある。こういう風にボールをもらう必要があるって、絶対に自分が結果残す上で譲れないところはあると思うの。そこは、ちゃんと話さないとダメ。で、言ってることが例えば、これの根本的な問題で、例えば、パスの技術がとか、パスのタイミングがってなったら、それを話せば簡単なことだし、俺はこのタイミングでこのパス欲しいから、一回出してみてって言って出したりとか、自分がオフサイドになっちゃうんだったら、もしかしたらタイミングが悪いかもしれないし、その選手がどういう特徴を持ってるのかを踏まえた上で、自分のやってほしいことを提示するっていうのが大事かもしれない。そのね、考え方的に、サイドバックの選手がさ、左やってても右やっててもさ、右利きなんだか左利きなんだかにもよるしさ、その選手が足元が上手いのか、それとも背後に走るのが好きなのか、身体能力が高いのかとかさ、そういうのもあるからさ、俺は中盤、その真ん中で受けるのが好きだから、なるべく外張っててね、って言うんだよね。で、それを踏まえた上で、じゃあ、あなたにやりたいことは何ですかってなるし、仮に、例えばさ、マリノスで言ったらさ、長戸選手ってさ、すごい中に入ってくるじゃん。中に入ってくる人ともしやるってなったら、俺は、最初から立ち位置決めないで、相手によって立ち位置決められるのすごい強みだと思うんだよね。お互い中取れるから。ってなったらさ、マリノスのサッカーはワイドが開くからあれだけど、今の東京のサッカーにそういう選手がいるのであれば、俺は、じゃあここの、その決め事として、じゃあここはこうしよう。じゃあ、こうこうこうなったら、ここはこうしとこうっていうのが、一つか二つあるだけで、結構ね、あったりするんだよ。あ、こいつここではボール出してくれるんだとか、この決め事があったからね、とかさ。じゃあもうここで、サイドバックの選手がここでボール持ったら、もうとりあえずここに一回出してみてって。で、そっからサポート決めてくんないとかっていうのを決めとけば、一回そこに出してくれるからさ。出した上で決めるのはすごい大事かもしれない。そう。そこは結構ね、まあ、コミュニケーションで終わる問題じゃないかもしんないけど、パスをこのタイミングで出してくれるっていう重要性だったりとか、自分を理解してもらうっていうことはすごい大事、まずね。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん、今日も見ていただいてありがとうございます。また、お疲れ様でした。バイバーイ。疲れでーす。